パネルストライカーの初日です。今日は4月8日になったとこですね。緊急事態宣言が7都府県かな、7県に出たんだね。東京都含む7つのエリアに出ております。おまけの方のガチャですね。グレード70ガチャ、前回トロフィーランブルのおまけのガチャが20個ぐらいあったんで全部引いたのと、ガチャチケ余ってたのを20個ぐらい引いて、ストライカースピリッツはこんな感じになりました。まだ11連は今回のガチャ引いてませんので今から引くんですが、中谷選手をダウングレードして79にフュージョンしました。小川選手もダウンさせたね、小川大輝選手。あとは重なってるかな、今ここ10個しかないんですね。候補リストはないです。11個に一時なりましたが、フュージョンしてこの石川選手っていう選手をフュージョンして、まあ数字はここストライカースプリッツは変わんないと、165でコンプリートはしないで、まあほぼほぼずっと打ってましたけど253位です。資金は減らない、減らしてません。おそらくほぼ減ってない、270万資金ですから、まあ、売りながらやってますね。売りながらやって270万資金で、ここから減っていくかもしんないですね、フュージョンして。で、資金はですね、500資金でチェンジ、このしか使ってないので、ここの状態でチェンジで2500消費はやってないです、今んとこ。これで出ればすごいいいですね。こういう感じでやってます。じゃあガチャ引きたいと思いますね。ストライカースピリッツライジング11連ガチャ、名前は前のストライカースピリッツライジングと一緒、ライジングってことは徐々に良くなっていくと、上がっていくということですね。4月7日から14日、1週間以上ってことですね。7、8、9、10、8日間ガチャ券のおまけ付き、2回目にプレイヤーズオブザイヤーライトガチャ券ね。で、プレイヤーズオブザイヤーガチャ券1枚ライトとノーライト、4回目にもプレイヤーズオブザイヤーガチャ券ということですね。5回引くと2枚ずつライトとノーマルが2枚ずつ、5回ワンセットっていうことか。はい、じゃあ5回だけですね今回は。あとはガチャチケ目当てで回ってて300位でいいかな。2周しちゃいけませんよ今回は、1周で十分です。じゃあ行きましょう。特に狙ってるものあまり見てないですけど、やはり特攻の20パターンですね。ここが欲しい。圧倒的にストライカースピリッツが上がります。よし、リトライないからね、パスで決めてくれてありがたい。63、63、68、西部選手69、69、70、後半まで来ないと限定カードないんですよね今回ね。プレイヤーズオブザイヤーということですから強いカードが多いです。あ、これは限定カード来てますけど、これはノーマルの方ですね。来ましたね、松原浩選手限定カードです。1枚来ました。もう一丁限定いこう、最後です。
木田拓也選手のノーマルです。こうなりますかね。はい、選手枠いっぱいです。ちょっと見ていきましょう。松原選手は持ってないね、1枚もない。野上選手は限定を取ってるんですけど、ここはちょっとフュージョンしないかな。資金がね足りなくなりますから、普通に売りましょう。ちょうど今そう成長中のこちらの3名ですね。これを売っちゃいましょうね。木田選手もですね、あ、85の木田選手か。今回の木田選手の状態はそんなに良くないと記憶していますが、で、限定カード引きましょう。ストライカースピリッツライジング11連ガチャ。あ、ライトか、これバックらなきゃいけないんだ。ライトですね。じゃあこの選手で、まあちょこっとずつ引いていこうかな、売りながらっていう感じで。あんまり飛ばしても選手持てないのですで、ライトだ、関係ないな、これ。まあ、重なってくれていいですね。バラは困るよ。 OK ですね。あ、この重なりは一番いいかもしれない、石川選手の重なり。で、ここをフュージョンしましょう。それでは今日の配信は失礼します。ありがとうございました。はい、パネルストライカー2日目です。イベント終了まで5日です。現在101位です。ストライカースピリッツは 215% となってます。ガチャは今1回だけやりました。2回目のガチャ行きたいと思います。間もなしだ、こっち引きたいと思います。ガチャチケの方ですね、引きます。緊張の瞬間。こういう感じですね。いいんじゃないですか。はい、大成功です。中川選手ありがとうございます。風崎選手ですね。緊張の瞬間、運命のシュートが今。特攻でお願いしますよ。かぶり特攻がいいですよ。よし、かぶり特攻です。これ強いじゃないですか。かぶり特攻引けました。じゃあこれもうちょっとしてから2回目のガチャやりますんで、それまでしばらくお待ちください。ありがとうございました。それでは2回目のライジング11連ガチャやります。運命をボールに託して。
1枚セランテスの限定か。でいこう。田口選手フュージョンしよう。限界を超えた。化けちゃえ。銀のドリブルか。奇跡ここで発動。強くなる強くなる。強くたくましく育つんです。松本山雅では1試合しか出てないんじゃないですかね。確か大卒で山雅に入りましたね。レンタルで2回目で、こっちから行こう。大物からです。運命のシュートが今。惜しいな。谷選手、外れか今回は。緊張の運命のシュートが今。サイ増田選手と。限界を超えた。3回目のガチャです。渾身のシュート。以上です。ありがとうございました。4回目プレイヤーズオブザイヤーガチャ券いきましょう。はい。運命をボールに託して。また来たか。いやいやいや。見てるからまさかはあるぞ。まだ一選手。ああ森下レイヤ選手。ドローフュージョンだね。強くなる強くなる。まさか。限界を超えた。やりました。限界を超えた。センスいいの回ってるね。強くなる強くなる。やりました。いやいや、ガチャがダメですね。全然緊張の瞬間。期待を込めて。惜しい。
下川選手か。山賀から出てった人みんな高くなってるんだよね。結局山賀では試合にあんまり出してもらえなくて、よそで結構使われてっていうことだから、いい選手は取ってるんだよね。山賀は使わないだけで99位、 275% もう一回やっちゃう。カードをちょっとやりながらやんないと資金なくなっちゃうから、ちょっと15回目はまだやっちゃいけないね。はい、5回目のガチャですが、日付が変わって1人目のガチャやりたいと思います。要するに、今日が調子悪かったんで3時に日付変わりますんで、その瞬間にマイページ飛んでガチャ即打ちたいと思います。はい、来ましたね。これでもう即打ちでいきます。のサービスなんかないんですかね。ちょっと遅い。よし、行こう。5回目です。運命をボールに託して。行け、行け。中身はそんなに悪い気がしないけど、まあ悪いは悪いか。はい、1周目はアウトでした。強くなる、強くなる。強くなる、強くなる。強くたくましく育つんです。やりました。よし、この前行こう。ストライカースピリッツのライトからいきます。緊張の瞬間、期待を込めて。どうだ、大谷選手。もういっちょライト。緊張の瞬間、期待を込めて。さあ、行ったぞ。増田拓也選手、そして春ランマン、ログインボーナスの報酬、グレード70以上ガチャ券。運命のシュートが今。さあ、行ったぞ。宮吉拓実選手、メインイベント、プレイヤーズオブザイヤーガチャ券。瞬間、期待を込めて。さあ、いって。秋元陽太選手、陣長、運命のシュートが今。さあ、いって。虹引けずだ。
虹ひげず終了。終わってます。秋元陽太選手からいきましょう。フュージョンでも見ていってください。ガチャチケで引くしかないね。まさか3万2000コインまっさら同士やった方が良かったんかな今。強くなる強くなる。やりました。ありがとうございました。